ビモータは東京モーターサイクルショー2009にビモータ DB7 オロネーロというオートバイを展示しました。ビモータはイタリアのオートバイメーカーで、オロネーロはイタリア語で黒い宝石を意味し、吸い込まれるような漆黒の輝きが放たれています。こちらのオートバイですけど、ビモータの DB7 オロネーロというオートバイでございます。このオートバイの最大の特徴は、市販車として初めてカーボンファイバーをメインフレームとスイングアームに使ったというオートバイになります。ということはもう車体がすごく軽いというのが最大の特徴ですね。オロネーロは全身をカーボンで固め、さらにフレームの長円パイプまでもカーボンを使用し、従来より 6kg の軽量化に成功しました。ドカティ車 のテスタストレッタエボルツヨーネのエンジンをそのまま使っているんですけれど、コンピューターシステムと排気系の方をビモータ車オリジナルも使い与えまして、最高出力が164馬力を誇っています。で、先ほど申し上げたカーボンファイバープレームと合わせまして、車重が 164kg で、最高出力も164馬力ということで、パワーウェイトレシオが1という素晴らしい車になっています。このビモータ DB7 オロネーロは現時点で2009年6月7月の発売を予定しています。こちらの車体ですね、今発売予定の方を検討しているところでございまして、おそらく価格の方も日本国内においては600万円を切るぐらいじゃないかと思います。レゲン4ニュース。